スポーツ界において、選手や監督に対する批判は付きものです。特に日本では、国民の期待が高いほど、その批判も一層鋭くなる傾向があります。最近のアジアカップでの日本代表の戦いは、この現象の典型とも言えるものでした。特に、GK 鈴木彩也に対する批判は激しいものがありましたが、その背景には何があるのでしょうか アジアカップでの鈴木彩津也のプレイに対する批判は特にセーブ率が最下位であったことによって加熱しました。しかしこれらの批判はある程度の過剰さがあったと言えます。元 J リーガーのテイ・ハルトシ氏もその一人で自身の SNS 上で鈴木を擁護する発言を行いました。テイ・ハルトシ氏のコメントは単なる擁護に止まりませんでした。彼は鈴木について 彼のプレーへの批判が過剰であることを強調し、その背後にある真実を明らかにしました。彼が言うには、鈴木は将来的に日本代表を牽引する存在になる可能性がある選手であり、過度な批判はその成長を阻害しかねないとのことです。テイ・ハルト氏は、選手への過度な批判がその選手の成長を妨げることを強調しています。彼は、批判が選手を潰す危険性を指摘し、 そのためには批判の前には慎重に考える必要があると述べています。彼のコメントからは、日本のサッカー界における選手の育成に対する深い危機感が感じられます。テイ・ハルト氏のコメントは、単なる用語以上の意味を持っています。彼は、批判が選手の成長を阻害する危険性を指摘し、そのバランスを保つことの重要性を訴えています。 日本の宝である鈴木彩や,やを育てるためにも、私たちは選手に対する批判を行う際には慎重さと理解を持って接することが必要です。このように、テイ・ハルト氏のコメントは単なる用語以上の意味を持ち、日本のサッカー界における選手の育成に対する深い危機感を示しています。批判が選手の成長を阻害する危険性を理解し、 そのバランスを保つことが今後の日本代表の成功につながるでしょう。